ベロミュンスターは、スイスのルツェルン州、ツールゼ軍にある基礎自治体。2009年1月1日に、グンツビルを編入した。1223年に B 社バローネンシスの名で、初めて歴史上に登場する。1333年の文献には、マンスターイニアーゴと見える。1934年まではターンに、ミュンスターと呼ばれていた。 フレッケン地区2009年の時点で総面積は6.2平方キロ。このうち64.7%が農業用、地、21.1%が森林、14.1%が開拓地、0.2%が非生産地となっている。1997年の測量では総面積の16.32%が森に覆われていた。より詳しい内訳は、開拓地では、 建物の敷地が全体の4.29%、産業用地が同0.24%、特別開発区域が同0.68%、緑地が同0.27%、交通インフラが同2.49%。非生産地では水域が全体の0.1%、非生産地が同0.03%である。ウェビューネンタール地方に位置する。 このゲマインでは、定地のフレッケンと、丘の西斜面にある、村営協会周辺の2地区に分けられる。フレッケン地区には1764年の大化の後に、造成された横三列の住宅街が、今も残る。2009年1月1日に、軍津つビルを併合したため、総面積は29.35平方キロに広がった。総人口は4665人である。 2007年の時点で人口に占める外国籍の割合は13.4%であった。最近10年間における人口増加率は2.1%。2000年の調査では住民の90.1%がドイツ語を4.6%がアルバニア語を2.1%がセルボクロアチア語をそれぞれ母語としている。 直近の2007年の選挙で最も票を集めたのは、キリスト教民主党で、投票総数の45.9%が流れた。以下、国民党、自由民主党、緑の党の順に続いた。世代別の住民構成は19歳以下が26.8%、20歳から39歳が24.1%、40歳から64歳が34.1%、 65歳から79歳が11.3%、80歳から89歳が3.1%、90歳以上が0.6%となっている。このうち25歳から64歳の住民の約71.1%が高等教育を修了している。2000年の調査によると市内の1542世帯のうち25.9%に 当たる400世帯が単身世帯16.4%に当たる253世帯が5人以上の大女帯である。同年には917件の住宅があったが、このうち248件は住居以外の目的をも兼ねていた。これ以外の669件の住宅の内訳は、単世帯住宅が496件、二世帯住宅が98件、 三世帯住宅が75件、二階建て住宅は398件、三階建ては192件あった。一階建てはわずか40件しかなく、残り39件は四階建て以上の高層住宅であった。失業率は1.18%で、2005年の時点では第一次産業の32事業所に91人が、 第二次産業の38事業所に308人が、第三次産業の96事業所に709人が、勤めている。2000年に女性の労働人口は、全体の40.5%を占めた。2000年の国勢調査では、住民の82.1%がカトリック教会 7.、7ン4がプロテスタント、1.64%がキリスト教、諸派、 0.04%がユダヤ教、3.71%がイスラームをそれぞれ信仰していると答えた。このいずれにも当てはまらない宗教を信ずる者も一人いた。無宗教は2.54%で、2.56%の住民は問いに答えなかった。ブローゼンベルクトゥルム1937年に完成した高さ150メートルのラジオ塔、ブローゼンベルクトゥルムがある。 1470年築城のベロミュンスター城はスイスで初めて活版印刷が行われた場所の一つである。年間降水量は1223ミリで、年に平均138.1日降水がある。もっとも気温の高い6月には平均13.2日に150ミリ降る。もっとも降水日が多いのは5月で平均13.7日に126ミリ降る。 一方最も香水が少ないのは10月で平均13.2日に74ミリ降る。ありがとうございます。